どうもプレンティブログです。ただいま時刻は午前3時40分ですけども、今アルバイトを終えまして、ちょっとですね今から悪いことしようと思います。聞いてしまった。もつみさん、ごゆっくりだぞ。うわ、なんだこれ、これ取ってなんか1本だったんだけど、どういうこと？それはだいぶ運が悪いね。チャンネル登録者数増えてんの？ちょっとずつね。すげえじゃん。もう増やす方法があった。何？藤川町議になる。町議と町議ばっかだから、若い者が出れば受かるから。町議、町議選出るし。 YouTuber 町議。何それ？豆板醤じゃない。ニンニクもあるよ。もう誰とも会わんからニンニク食っていいら、今日は。車の中臭くなりそう。結構国語が臭いからもそもそも。まあ、完全に特に匂い締め付くでしょ。ちゃう、やめろこれ。もういいです、終わりです。無理だよ、ね、今日1枚もらったけど。 T シャツゲトる前に死ぬっしょ、うん、生活習慣病だね。なんか初めてのお客様には普通をお勧めしますって普通にしたけど、なんか普通に濃いだ。猫だったらこれ死ぬよ、その塩分取りすぎで。過剰摂取で死ぬね。すぐおしっこ詰まると思うんだ。